はい、こんにちは。まえチャンネル、まえはらです。はい、今日はこちらですね。仮面ライダードライブタイヤ交換シリーズ TK11 タイプトライドです。ついに出てしまいましたね。仮面ライダードライブの最終形態。そしてタイヤ交換シリーズ最後なのかな、これ。もしかしたらタイヤセットのね、サードっていうのが出るかもしれないね。このピーポーセーバーのタイヤしかついてないんだよね。だから、アタック1,2,3と工事現場とグランプリか、あの3つのタイヤセットがもしかしたら出るかもしれないね、はい、しんのすけモードとベルトさんモードに、テレビみたいに変えられるみたいなね、はい、じゃあ早速開けてみましょうか、はい、よいしょ、おいいね、よし、はい、じゃあ取り出してください、はい、やっぱあかわいそう、あ手が外れて出てくるわけか。こちらのセットにはこのタイプトライドロンタイヤと、あとこのピーポーセーバータイヤがついてますね、ピーポーセーバータイヤなんとですねクリアだね、これこのピンクの部分もクリアです、いいねこれ、かっこいい、はい、こちらがタイヤ交換シリーズ TK11 のタイプトライドロンだね、すごいかっこいいね、かっこいいです、相変わらず、かっこいいですね、赤いボディがいいじゃないですか、でここの肩、あ回るね、あ結構回りますね、取りやすいかなと思ったんだけど、一回ちゃんとカチッとはまればいいかな、手にもタイヤ装着できますね、このピーポーセーバータイヤをカチッと、そうだね、あ、ついたついた、それでこれも、あ、回る回る、あ、いいじゃんいいじゃん、今回すごいやっぱ登場した時から思ってたけどかっこいいね、これもタイヤついたでしょ、はい、こうベルトだね、で下まで行って足の部分もタイヤがついてるね、はい、こんな感じ、回る、お回る、あ本当だ回るね、すごいね、細かくできてる、ちょっと待って、ここも肩も回る、肩もさすがに回らないけどね、あここは回らないか、タイプトライドロンの目なんだけど、このねこの部分ね、これをね回すとベルトさんモードに変わるんだけども、とっても難しいねこれがね、結構硬い、回りにくい、このような感じになりましたね、結構硬いね、結構硬いです、ただ、ベルトさんモードになると中にね赤いラインが入るんだけど、ちょっと分かりにくいかな、このような感じになりますね、かっこいいよかっこいいね、はい、後ろ側はこのような感じですね、はい、はい、ちょっとポージングしてみました、かっこいいね、すごいいい感じ、いい、すごいいいね、足がね足首も曲がるからやっぱポージングさせやすいね、はい、じゃあ、えいちゃんやってみてください。はい。えいしんくんポージングさせましたね。いいじゃん。トレーラーフォーカー。いいね。かっこいいじゃん。合うなぁ。ロイムード、俺がお前を倒す。ドゥム？仮面ライダー。今日がお前の最後だ。グレーにハート。よし、しょうがない。うわあ、あれ、あれ、あれ、はぁ、ああ、何、私の友達のブレンまで、泊まりしんのすけ、お前を許せん、よし、一気に決めるぞ、トライトロー、ということで今回は仮面ライダードライブタイヤ交換シリーズ TK11 タイプトライドローンでしたー。